こんにちは、1時半の佐志郎さんですよ。はい、聴取取り切りでございます。いや、体育の兄さんでございます。ね、桜の季節が終わったと思ったら、ああいう桜は咲いてるんだね。ちょっとあの桜を見たいんですけど、桜だけ撮りたいな。はい、多分あれだろうな、人ん家入ったらいかんんだろう。ごめんね、桜だけ撮らせて。人ん家です。廃墟開けちゃったよ。ね、人んちだったんだろうね、やっぱりね。ほら、センサーカメラ作動中だから。だからあれだね、最近ほら廃墟に入っちゃってとっ捕まる人が多いから、それだろうね。どうです？こういう、わーお、なんだかわからん。はい、以上、何桜でしょう。はい、何桜でしょう。何かの桜でございました。いや、違うんだよね。本当はそれを取りに来たわけじゃないんですよ。画面ちっちゃくなってる？なってないね。いや、なったな。うん。どうなんだろう。ハケありそうよね。立ち入り禁止だから、まあこれ以上は入らないようにしますけど、まあ、本当は入っちゃダメなんだろうけどね。桜だけだからいいでしょ。ダメかな。はい、じゃあ立ち入り禁止じゃない方に行きましょうか。はい、こちらの道、これを道と言っていいんでしょうか。道だね。あ、これ道だね。あ、これ道だね、そこね。でもね、今日雨降ってんだよね。だからその桜の裏の方に行くんだね、こうね。あ、はい。これ道だよね。雨降ってるからやめましょうか。ああ、なんか確か瓦があるところには瓶が埋まってるって言ってたな。瓦じゃないよな。はい、ちょっとね、それが目的でここ来たわけじゃないんですよ。これはおまけなんですけど、これはね、おまけなんですけど、まさかの廃墟があって、はい、じゃあ本題いきます。